システムツールキットはアナリティカルグラフィックスインクの物理ベースのソフトウェアパッケージでありエンジニアや科学者が地上、海、空、宇宙における様々な解析を実行できる。STK の中核となるのはオブジェクトの時間動的な位置と姿勢および複雑な同時制約条件の数を指定した関係やアクセスを含む検討中のオブジェクト間の空間関係を 決定するためのジオメトリエンジンである。これにより複雑な軌道計算などが可能になる。STK は市販の市販ソフトウェアツールとして1989年から開発されている。もともとは地球周回衛星の問題を解決するために作成されたが、現在は宇宙産業のみならず防衛産業や航空機にも利用が広がっている。STK は世界中の政府、 商業および防衛企業で使用されている。アギのクライアントには NASA、ESA、CNES、DLR、ボーイング、ジャクサ、イスラ、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、エアバス、DOD、シビルエアパトロールなどの組織がある。同種のオープンソースソフトウェアには NASA が開発したジマットがある。こちらも複雑な軌道計算などが可能だが、あくまで適用範囲は、 宇宙限定である。ありがとうございます。